今度伊沢さん再び自殺を決意したわけです。で今度はもう火つけるのやめて鉄道自殺しようってんだね。で鉄道の線路のところへ行って夜ね向こうから汽車がやってくるの踏切のところで待ってたわけだ。こうして飛び込もうと思ったところへ汽車がガーッと来たらもうそれまではこう線路がそばにいたんだけどパッてねまた引き下がっちゃって未遂になった。ところがその時にちょうどねその晩にその、村のキリスト教の教会の伝道班がね提灯つけて賛美を歌いながらその踏切に差し掛かったっていうんだ。それでその伊沢さんがその、あれですね、その伝道班の人に私みたいなもんでもその友達になってもらえるんですかって言ったっていうか、あんまりもちろんいらっしゃいって言ってね、そして教会に連れてかれて、そしてそれ以来キリスト教の勉強をするようになって、そして聖書も読んで、ところがある時聖書を読んでいて、これはヨハネ伝の言葉ですがね、あるイエス様のところへある人がめぐらの人を引っ張ってきて、でこの人の召しにてまれしは彼の罪によるぞ、己のか親のか、要するにこの人はおめぐらさんだっていうのはその親の罪なのかこの人の罪なのかって言ってイエスさんに聞いたんだ。そしたらはイエス答えて言いたも、この人の罪にもあらず親の罪にもあらず、ただ彼の上に神の御業の現れにためない。この人の目暗であるというのは神様の御業が現れるんだ、神の栄光が現れるためだとこう言ったっていうんだね。その時そこまで伊沢さんがその言葉に出会った時ね、それこそ電撃が受けたようにショックをパッと感じた。そしてもう涙が出てたまらなかった。それで以来どうしても俺は牧師になろう、それでヨドバシの聖書学院、その頃まだそういう新商社は、聖書学院には入れないっていうのに無理に頼んで入れてもらって、そしてそこを出て、そして初めて牧師さんになったってこういうんだ。私これねこの話本当にだから伊沢さんの私その点私はね、私からね、なんて言ってもちょっとこれ、五体勘誤してっちゃった。そうすると、五体勘誤してるとね、例えば、身体障害者とか、人の講演頼まれて行って、こう言っても、で私が喋っても、あの人はうまいこと言うけど、ただ五体勘誤してんだって言って、でそれだけで慰められないじゃないか。それに対してだから小沢道友さんね、本日ただいま誕生という本を書いた小沢道友さんの時もそうだ。小沢道友さんっていうのはこれシベリアでもって両足切っちゃってんだ。でもその小沢道友さんがその縁談の上にガッチャンガッチャン言いながらね、その立っただけでもって新商社の人は慰められる。私そう思う。でそれがね神の御業の現れのためなの。そこまで行くと神の御業が現れてるじゃない、事実ね。
で、仏の光明が現れた。ところが今の、だから今の時代はいつでもね、その人間的生存の光明を求める時代だ。なんとか、その、この人間的生存の光明を求めるっていうのね、要するに生存的幸福を求めるってことだ。そっと幸福の取り合いになるところが恨めしいね。それで幸福の取り合いって言ったら、これ結局生存競争で、生存競争条理においてだ。押すとそういう新勝者とか、あるいは一般企画以下の人っていうのね、こんなのは落ち込まれたって切り捨てて、その捨ててしまうぐらいのつもりでいるじゃない、みんな。いや、この間うちもなんかそんなような、遺伝のその悪いやつは子供を産むなって言ったっていう先生言ったけれど、あれね、あの先生自身がそういう新生者を産まない介入もないだろうし、あるいは子供が我が子は愛しても今度我が孫にその新生者を産まない介入もないじゃないか。だからそういうふうにその少し劣勢っていうか、そういうのはみんな切り捨てんだって、こういうような観念でいた。これは自分を切り捨てるもんですよ、どうせ。で、その辺が あんまり浅はかすぎるところ。そうじゃない、今伊沢さんの場合、身体障害者なるがゆえに神の栄光を輝かした。小沢道友さんの場合もそう。それでだからね、神の栄光、仏の光明っていうのはちょっとね、常識的なね、この、いい悪いの話じゃないんだということです。いや、その伊沢さんとか小沢さんとかっていうね、新勝者でなくとも、その通常人としてもね、そのサラバン飲むにも食らうにも飲むにも何事をなすにも、全て神の栄光を表すようにせよっていうの、これまたね、コリントの聖書のコリント全に出てますがね、結局これ仏教の場合でもそうだ。まあ A で言うと維持即仏法作法即終始っていうけれど、あの言葉はそのまんま受け取っていいかどうかわからないけど、とにかく、ね、我々のあらゆる行動が仏の光明を表すように、そういうことがね、我々の生き方の狙いであるべきだと思う。だからそういう仏の光明を表す、神の栄光を輝かす、そういう狙い、ところが今の時代そういう生き方を全く見失っている。そしてただ俺の生存的幸福って それだけが標準で見ている。で、その点で、ね、今のように生存的幸福ばかりを追求するってことが果たして人生の真実かどうかっていうこと。で、今言うようにそういう愛したら幸福の取り合いになるんだもんね。で、生存競争で、こうそういう生存競争において負けたやつはどうせ幸福じゃないから、それじゃあ勝ったやつはどうかっていうと、勝った俺は生存競争条理にあってずっと勝利できたって言いながらね、最後今度だんだん年取ってくると、いつの間にか今度若いやつに力に押されてさ、それで追い抜かれた、それで若いやつに踏みつけられていくんだもん。どうせ
最後の年よりの年取った最後の最後までっていうことはいかないじゃないか。毛沢東でさえね、ああじゃあ大バカだね、追いぼれたら早く隠居しときゃ、私のようにね早く隠居しときゃあんな味噌つけないで済むんだ。それ最後の最後まであれしてるから、ああいうことになってくるんですね。それでね、しかもだから最後の最後の、もうその最後の最後まで勝利者で来たって言っても、その最後の最後は死ぬって言うんだからね、この時はまた俺の持っていた金だけ、金で貯めるのがいいと思って出した金です。最高運と貯めた。あるいは地位が上りゃいいと思って出した地位が上った。あるいは名声を博したっていうのは名声最高まで上ったっていう人でも、最後の最後は、そこから今度は落ちるんだ、死ぬっていうことは。その金も手放し、名誉も地位も手放して、しばらく死ななきゃ。おっと、高く登っていたやつほど、この落ちるショックは大きいんだ。これはね、因果応報っていうんだね。それで、その点ね、あの、の生活があんまり登っていない人は、まあここの段からちょっとした落っこちる程度で済むんじゃない。私なんかもあれだね、貧しい生活、薄い時代、本当に最低生活ずっとやってきてるけど、その時に表層になって3日間痛くて寝られないと、しかしお医者にも診てもらえないって言うと、そんなにような時死ぬなら死んじまえと思ってたけど、それはね、落ちる席が少ないからだってね、もう最低生活やってると死ぬって言ったってね、そう大したことない、ちょっと一段落ちるってだから、そんなもんですよ。だからね、貧乏不幸っていうのね、これもっと不幸な 味を一生不幸な思いしてきた人は死ぬっていう時に、ああ助かったって言うんで、これ死ぬんじゃないかな、これは今度は浮かび上がるんだよ。それでね、だからつまり今の時代、幸福追求ばっかりやってるけど、この幸福追求の人生観は全て裏目に出て、そして不幸、みんな不幸になるんだと思う。今の20世紀はあらゆる神仏の権威を失墜されて、ただ人間の幸福の追求ばっかりしてきたけれど、これは20世紀の最大の悲劇だと思う。みんな不幸なんだ。いや、今の人その結構な時代だと思ってるけど、私はそうは思わないね。今の時代の人は本当に昔のその神や仏っていうのはで生きてきた人たちに比べると、本当にみんな不幸に出会って死んでいくんで、だから今の時代は20世紀の最大の不幸だと。でここにですね、どうしても今言うような神の栄光のため、仏の光明のためっていうような人生観の深さ、それを改めて振り返ってみたいと思うんですね。でもね、そういう神や仏のっていうのは何なのかっていう、これ今までのようにさっきも言ったように権威を持って押し付けてくるっていうのは、これ良くない。聖書読んでてもね、イエス様が権威あるかのごとく語りたいっていうのが出てくるね。偉そうに、じゃあもうこれは神、この人は神だと思わせるようなっていう、ね、そういう語り方をしたっていう言葉出てくるけど、なのはね、やな人見分けがつかないからね。今の時代でもそういう権威あるかのごとく語るそのやましいくらかいるんだ。
そういうのはもう全くご破産しなきゃいけないと。それで建物でも新興宗教に限って、いや新興宗教に限らない仏教の、あれでもそうだけど、まずガラン建てちゃう、ガランで脅そうとしてるんだよ。私はそのガラン全くなしというのが本当だと思う。ガラン、大きなガラン建てようというためにはどうせ金がいるんだ。金がいるっていうのは寄付金集める、寄付金集めるっていうのは寄付余計出したやつがまた坊さんヘコヘコするこれは不愉快だね。そんなところに本当の宗教があるべきじゃないと思う。だから絶対に金もかからないっていうのが本当の意味の宗教でなくちゃならないし、そしてまた本当の生き方でなくちゃならないと思う。じゃなきゃ貧乏人は救われないっていうのは困るもん。本当に貧乏人でもちゃんと同じく金持ちと同じようにっていうんじゃなくちゃね。でところが今までの人たちが宗教を信ずるっていうのはそういう権威を持って押し付ける神や仏、それに対してね、みんな感情的にこう重々しく偉そうに出てくると、ありがたいなって拝むような、そういう感情的に受けて取り方してるじゃん。これがまたいけないんだ。そうすると盆さんでも拝まれるようなありがたい盆さんでね、こんなね、人間が人間を拝むなんてありうべきことってないんだ。でまっさらな人間としてみんな出会わなきゃ。そしてそういう意味でですね、今までのような何か権威あるものに対して、そしてこう感情的に受け取ってきた。で決してね、今私が言うようなまっさらな人生の話として宗教を受け取ってきた人はほとんどいないんだと思う。全くいないとは言わないけれど、ほとんどいないと。それだから一旦こう今のような科学時代になると、何から何まで今までの宗教の大切なところもひっくるめてバーンと宗教を掘り出しちゃうんだね。本当に自分の人生として受け取っていないから。ところがそれに対して私は今までの宗教っていうものはね、もう全て括弧に入れてこうやっといて、まずまっさらな自分の人生から出発したいんだ。そしてまっさらな自分の人生から出発しながら、過去の宗教のにおいてですね、ぜひ取り上げ、本当に味わわなければならないこと、そういうのがあったら本当に味わいたいと、こういうことです。これが、ね、私の言う人生観の話だ。で私はまあ一生かけてそんなような歩みをしてきたと同時に、今人生観講義っていうのもそういう根本態度でお話ししてみたいと思っています。ところでね、これはさて我々の人生はっていうとね、シャバじゃね、この回じゃね、まあ人生っていう人生の話っていうんで集まった人たちだから吹き出す人いないけど、シャバでもって我々の人生はとかね、人生とはって何かって言って、まあ一等安西にシャバのやつはみんなパッと吹き出すんだから恐れいるんだね。それほど人生っていうのは妙な、だいたい私がね、私がこういう歩みを始めちゃったのは、中学1年の時のリーダーにね、その英語はよく覚えていないけど、英語の、リーダーの
ことわざとしてね、生きるために食うにあらず、食うために生きるにあらず、食うために生きるにあらず、生きるために食うなっていう言葉があったね。年配の方は私と同じリーダー使った人もいるからだろうから知ってるんじゃないかと思うけど、それ見てね、私が中学1年だったけどバカにそうだと思ったんだ食うために生きるんじゃない、生きるために食うんだ、その感動の仕方がちょっと深かったんだねそれで絶対に食うためには生きない、生きるために食おうって思ったんだ。そして中学1年の時そうだったんだけど、 2,3 年頃からね、じゃあ生きるとは何かっていうのが問題になってきた。それで生きるとは何かっていうのを、まあその2,3年頃から考え始めたんです。ところが確か3年だったと思うけれど、その小学校の同級会がね、まあ小学校出てから2,3年経った、 それ春集まって、そしてその後みんな何をしてきたか、今何やってるかっていうの話をし合わっちゃうんで、そういうあの個人書あの紹介、自己紹介みたいなことや話し始めた。で私の番に来てさ、私はだからその頃人生とは何かって考え始めたんだね。それで私が立って人生とは何かって言ったら、みんなバーッと笑ったんだね。それでね、バカになんか私恥ずかしいような気がした。それから今ね、俗物の前で人生とはっていう言葉は使わないことでした。で、今日でも同じくだと思う。例えばね、今サラリーマンの人が職場でもね、あるいは喫茶店行っても、あるいは酒場で飲んでる時でも、人生とはっていうのを言ってもらうのさ、そしたらみんなやっぱり吹き出すんじゃないかな。で、これは今のサラリーマン生活とかね、あるいは、まあシャバの生活と人生って言葉がちょっと合わなすぎるらしいんだ。だからそういうところで使っちゃいけない。これ間違いっちゅうね。そうじゃない、人生って言葉は自分一人でどこまでもね追求していくべきものだ。いや、各界でそれぞれ大活躍している人っていうのね、そういう人にでも人生とはなんて言ったら、そしたらね、これも笑われるかね、せいぜいよくてね、そんなことわかるもんか、変わり者とちゃうかって大阪弁で言うねそういう変わり者と違うかっていうのがオチだ。で、あるいはね、人生っていうの全く考えない方が、考えないで暮らしてる方が健全で、それでそんなことを人生に対して悩むっていうのは不健全なんじゃないですかっていう人もいるね。確かにそういう面もある。というのはね、人生でも悩んでるっていうやつはね、不毛な悩み方をするやつが多い。その不毛な悩み方して自分が今すべきことを しないために、俺は人生悩んでんだっていうようなのね、こんなの、そういう悩み方すりゃどうせ不健全。で、これね、我々が人生の問題を取り上げるっていう場合、そういう不毛な悩み方をしてはならないね。本当に自己の人生に真剣に取り組むべきだ。じゃあね、全くそういう、人生なんて全く考えないで暮らしてる方が健全かっていうと、それにしちゃで年取って人生っていうのに全く考えたことなしに一生年取ってきて、そしてその老いぼれてきた具に帰ってですね、ちょうど
子供やガキと同じようにぐずってるって人間が多すぎやしないか。そしてみんなに迷惑かけてるのはね、本当にね、自己の人生について本当に真剣に取り組んできてこそ魂も成長するんだ。ところが全くそういうの人生っていうのを考えたこともないっていうんで、一生あれしたわ。いかにもね、体が元気の時にはこう、まあ働いてるっていうか動き回ってんだからね、それでいいけれど、体が少し動かなくなってくると、その本当に子供がぐずってんのと同じようなっていうのははっきりしてくるもの。本当は大人で一生懸命その辺で、この大阪もたくさんの人がいるけど、みんな今もみんな働いてるけれど、これ働いてんのか動いてんのか分かんないな。動いてるっていうのはね、便所の日本便所ね、であれするとウジ虫がウニョウニョってこうウゴウゴしてるの、あれ動いてるっていうね、これ働いてるっていう感じは人間がついて、そして本当に人生の軌道に乗って初めて働く。そうでない、ただ動き回ってるっていうのは、これは本当に便所の虫がうごうごしてるのと変わらないんだ。で、その点ね、人生っていうことを本当に取り上げて、それで、問題にしなかった幼稚な魂がそのまんままた年取って老いぼれるだけだっていうこと。その点ね、だから人生をね、自己自身の人生を問うってことがそんなに決対なことかどうか、むしろそれを奇妙決対っていう娑婆の人の方が野蛮なんじゃないかってことはですね、やっぱ人生観とこにも書いたけど、パプアニューギニアのある種族の人はね、この数が3つしか数えられないんですよね。ね、1つ2つってそれから分かんない、3つたくさんっていうあとはたくさんっていう、1つ2つだけは数えられない、だけどあとは分からない、たくさん。それと同じように人生っていう問題に関する限りね、今の我々ね、この生活金ってあと分かんないとにかく子供産んどくってそう言うんだから、これ野蛮ですよ。どうせで、いや私はね、これもあれなんだけど、人生活の本に書いた言葉もここで繰り返してお話することも多いと思うけれど、これはね、私は特に強調したい大切なところだから、そういうつもりでまあ聞いて、そしてそういうところをよく考えてください。その大体我々なぜこうも子供を産むかっていうのね、これはね、みんなね、自分の人生について無意識的になんか不安、暗黒、恐怖を感じてるからです。それと大いに関係あると思う。要するに若い時ね、自分の一生それから先っていうの、それになんか不安で、そして暗闇を感じ、そして恐れを感じてる。だからなんとかこの子供を産んどいたらなんとかなると、こういう考え方で子供を産んでんだと思う。それから先はなんとかなるっていうのをね、あれちょうどこの前の戦争がそうだったもんね。その白地戦を始めてみて、俺はこれどうなるかお先真っ暗だ、それで戦線拡大すればなんとかなるって、それでその戦争をバッと拡大してみて、なんともならなかったね。それぐるみダメになった。それと同じようにね、今我々その
自分の人生について何か不安だって言って、子供と子供さえ産んどきゃ何とかなるって言ったら何ともならないで、それが意味ダメになる。で、というのはね、生活かね、あと分かんない、とにかく子供を産んだ子っていうんで産んだって、子供は決してね、まだ生存の続きではないんだってことだ。 今の人にも、本当私は覚醒機でもって、全部に知られてやりたいような気がするね。それを自分の生存の続きのつもりで子供を産んで、そうすると、だから親は、自分のその分身として子供を産んで、そして、 その、そのつもりで育っていくんだけれど、残念ながら、子供は育ち上がった時に親は他人と思うんだ。これはね、自分の子供に対して見ないで、自分が親に対してどう見てるかっていうの、振り返ってみりゃ、わかるでしょ？俺は親の分身で、親の言う通りって言うんじゃなくって、親は他人と見てるんじゃない。 それこそ面仏なれてる。そのぐらいのもんだ。でね、結局これはね、生物体の悲劇ですね。どうせね、小鳥でも巣立ちしたら、もう他人として、親を他人として独立してくんだから。それで初めて成長したっていう。 ところがそれをどこまでもこばらえしないで、このところにガチャガチャくっついていようとするから、そうすると子供からあっち行けって突き放されて、それでその親はだんだん年取ってきた頃、そうすると子は背くでしょ。そして、そうすると息子はいいんだけど、 ついてる嫁がいるんだけど、それでも子供をかばってるもんね。でもね、そして、まあ親は悔しがり、嫁が悪いんだって嫁さんを恨むことによって、それで、まあ、もう耐えてるわけだけど、それでもね、それから今度、最後に死の深淵が、 控えてるわけだ。そして、年取ってきたらね、これで絶望的になってみんな死んでいくんだ。だからね、みんな親たちがどんなにその悔しがり悲しがり絶望して死んでいくか、残念ながらそれの記録がないもんね。もう死んでいっちゃったから。 あれ、みんな記憶がもしできてたら、これはもう、どの親も、恨み放題恨んで<笑>いる大文学が出来上がるんじゃないかと。そして結局自分の人生は、親、死んでいく時だけじゃない、もう年取ってきた時に、親、子供に見放されて、自分の人生は一体何だったろう。<笑> そして、これでいいんだろうか、あるいは私は一体誰のために生きてんだろうかってね、みんな、その時になって初めて人生の問題を悩む。でももう遅いんだ。で、そういうのがね、結局ね、今の一生の姿です。みんな、そういうのをたどってる。 いや、こんなこと言うとね、衛生官っていう人がいるかもしれない。あるいは、それは特別の場合だった。俺の場合は、そんなことはないって言うけれど、そうじゃない。好むと好まぬとにかかわらず、みんな、そういう最後になってくるの。で、結局みんなね、自分の好ましくない現実に対しては、 自分だけはそうでないと、こう思いたいんだね。そういう気持ちはわからないことはないけれど、そういうのをバカっちゃう。
例えばね、一生それこそ企業の方のために尽くしてきて、これほど俺は企業のために働いているんだから、俺を重役として残してなんとか、定年以後もあれしてくれるんじゃないかって言って、そうやってきた人がこのある日突然、明日からもうあた定年で出てこなくていいって申し渡されて絶望したっていう話がこの前新聞にの投書欄に出てたけど、これもバカだねどうせね、定年って誰だってけど定年来るんだとしたら定年後のこともよく考えて生きるべきだよ。でその点私は大変利口だったもんその中学時代からもう利口なんでね。それでそういう人間の一生の姿っていうのをあらかじめ自分のこととして悩む、そして何のために生きねばならないかっていうのをね考えてきてるわけです。いや、ところが何のために生きねばならないかって言って人に一生懸命聞いて歩くとね、こういうこと言う人はね、そういう拗ねたことを考えず、何事でも真面目に出会いなさいそりゃそうだね。しかしながら、さっきも言ったように不毛の悩み方をしちゃいけない。だからまっすぐやるっていうのはそれはいいです。だけれど、何のために生きねばならないか、どう生きるのかっていう、そういう人生の問題はね、問題としてどこまでも追求していかなきゃな。で、こういう文章も見たことあるね。人生は何のために生きるのか、たとえそれの理屈が立っても、それは自己満足のへ理屈でしかない。我々は理屈で生きているのではない、そういう文章って言います。せごたげた俗物たちの言う言葉はみんなこれ、こんな程度。そしてそう言われると、せっかく若い人生に悩み始めたい疑いを持った人たちもそんなような気がして、でこの追求を、問題追求をやめちゃう人もある。でもね、今言うこの我々は理屈で生きてるんじゃないっていうのそれだったらね、例えばだ、この我々は事実で生きてるんだというと、事実、その場合この言葉の中にね、事実と真実とパッとこうすれ違えてすり替えて、例えばだ、あれが欲しいって言うんで人のものを取っちゃう、そしてそんなことをって言われたらね、俺は理屈で生きてんじゃない、事実を俺が欲しかったんだって、それで通るかどうか、あるいは人の細分に手を出した、そして人の細分取ったって言われたら、俺は理屈で生きてんじゃない、俺は彼女好きなんだ、事実なんだって、それそういうことも言えるじゃない。で、犬猫ならそれでもいいかもしれない、理屈じゃない、事実だっつってね、犬猫ならそれでもいいかもしれないけれど、そうじゃない、そういう事実を真実っていう観点から見直すのが人間というもんなんだ。なぜ生きねばならないかって問うのも、ただ生きてるから生きてるっていうんじゃないんだ、なぜ生きねばならないかっていう地盤から見直して、そういう生きるっていうこと、私がかつて生きることが分かんないなら自殺するって言ったら、いや自殺しちゃいけない、何でもかんでも自殺は卑怯だ、とにかく生きなきゃいけないって言った人たくさんいたわけです。今でも大体そんなことを言う人もたくさんいるでしょ。だけどそれほどね、無条件的に生きてるっていう事実がそれほど無条件的に価値あるもんかどうかってこと、何本当はね、
修行者としてね、まだ
若い修行者として会った時、ヒマラヤ山の雪の山奥ですね、そこ行って修行してた。ところがね、その時一生懸命人生について悩んで修行してる時に、ある時その陣の鈴を振るような美しい声で、 諸行無常是生滅法っていうね、そういう声が聞こえてきたんだね。諸行無常是生滅法、これは素晴らしい言葉だ、誰が言ったんだろうってね、一生懸命こう見回したけど誰もいない。そしたところは、そこへね出てきた人が、これが羅刹だっていうね、行僧の恐ろしい、すごい 人を食うような羅刹の顔してる人が出てきた。これで今諸行無常是生滅法って言われたのはあなたですか。そうだ、はあ、こんな怖い、その羅刹があんな素晴らしい諸行無常是生滅法っていうね、これはまあらゆるものは流れている、 これが消滅の方だっていうことね。これをイロハウタで言うと、イロハニオエドチリヌルゴ、我がよ誰ぞ常だなっていうことだ。で、しかしながら、今の言葉は、まあ大体宿芸って昔から言うけど、諸行無常是生滅法じゃ、 下の形から言っても半分だ。それからその言葉としてもあらゆるものが流れてる、これが消滅の方だっていう事実を言っただけで、そういう生き方に対してどういう生き方したらいいのかっていうことが、そこに言われている。だから今の下は半分じゃありませんかとこう言ったら、そうだ半分で、じゃああとの半分をね聞かせてくださいってこう言うんだね。そしたらその羅刹がね、 いや、言ってやってもいいが、俺は今腹が減ってる。腹が減ってるって、そこのとこちょっと辛抱して、あと半分の芸を教えてくださいって言うのに、いや、お前は自分の好きなってのことばっかり言って、俺は腹が減ってるんだ、何か食うものをなければ俺は言うことはできない。それでね、接戦当時は、 それじゃあ私の体をご供養しますから、言ってください。しかしながら、その言ってくださった言葉を、その岩や石やあるいは樹木に書きつけて、そして後世の人に残して、私は死にたいと思います、だからその時間は与えてください、もうあらかじめ言っといて、 そして、あとの私の体、それを念を教えてくださったら、私の体をどうぞ召し上がってくださいっていうのね。こうしたら、その羅刹がね、消滅滅、蛇滅イラクっていうね、消滅の方そのものを召したならば、行き着くところへ行き着いた真実の人生があるっていうことだ。 そしたら接戦通りです、大いに喜んで、そしてそこの木の幹を削って、諸行無常是生滅法消滅滅に着滅いらくって、まあ書きつけた石を掘って、石のところでそれを書きつけたね、道にもそういうのを書きつけた。そしてさあ、もう私は後世にこれを残して私は死にますって。そして、その崖の上から飛び降りますから、どうぞあなた死んだら上がってください。それで飛び降りたんだね。そしたら、その羅刹が実は梵天であった。大釈天だ。大釈天であった。そして、その、ただその接戦道寺の転がしを試しただけだって。で、その、 岩の上から飛び降りた接戦道寺を支えて、そしてこの命を助けたっていう話がね、あの帝大仏教宣伝会館で聞かされたんですよ。あ、私純情な男なんだね、大体。その話聞いて、そうだ、
よし、俺もその世間の人みたいに自分の人生の真実を追求して、そして本当に分かったのを書きつけて、これからの人々に残したいと。そこでもって私のこれ私も菩薩だったんだそういう誓願を起こしたんだ。で以来まあこれ50年いろいろ遍歴したよその遍歴してきて、それで今度こそ書ける自信持った。そして書いたのが人生かとこで、何しろ今も言うように人生かっていう科目をその作ると同時に、そのテキストは俺が作ったわけだから すごい自信じゃないですかところがこれ私の自信にはそれだけの裏付けがというのはね、だんだんお話ししていきますが、思っても思わなくても信じても信じなくても疑っても拒絶しても受け入れても拒絶しても事実そうであるというような、そういう絶対事実の上に立っての話になってくるんだ。これだから例えば我思うゆえに我ありって、これもねそれは疑うって言ったら、そしたら疑うってことは思ってんだ、それであるんだそれからその思う我は死ぬって、それはみんな死ぬんです。デカルトも死んだし、カントも死んだしそしてそういうことはじゃあ思う根本は何かっていうと、刻々にこの湧き出てくるんだ、刻々に湧き出てくるっていうのが生命のあり方なんだ。そういうその絶対事実のに根本を置いて私これから話していくわけですね。まあ今の話は次に話する話ですよね。それでそれと同時に、それじゃあそういうことはどうなのかっていう、いちいちね今この我思うゆえに我ありというのは西洋哲学的な命題だ、決して私が思いついた話じゃない。それから思う我は死ぬっていうの、これもねそのあれだ、仏教としては当たり前のことなんだ、諸行無常なんだ。それでまた根本として刻々に流出してくる、湧き出てくる生命っていうのはそういうもんだ。これは事実、仏教はキリスト教は創造する神っていうね、神様があればこそ創造してくる、刻々に。あるいは仏教でも無常なるがゆえに刻々に生まれ出てくる。何無常っていうと死ぬことばっかりに受け取ってるけど、そうじゃない、生まれ出てくるのもそうだ。そういう絶対事実の上に立った話しろって言うんだからね、俺そんなにね卑下しないんですよどうしたって思っても思わなくても、あったあったが疑っても、事実そういう思いが今浮かんだんだそれでそう思った。そしてしかしそういうあなたの思いぐるみ、また死んでいくんだ、それあれは間違いないんだ。でそういう点、私が今話することはあれなんだけど、結局ね私が根本的に人生かとこんで、人生かとこんっていうのを読んでね、あこれは道元禅師の座伝が書いてあるんだってね思う人はあんまりいないねそれほど分かんねえんだなこれはね、本当は道元禅師の自重有山前の話が書いてある。要するに私の人生から出発して道元禅師の自重有山前までに至るまでの話、そしてその自重有山前から私の人生を見た話が書いてある。ただそれを人生かとこんで、これは特本だからね、テキストだからそういう天候を上げなかっただけだ。それに対してこの講義ではできるだけそういう天候、私はまあ全く私のその権を言ってんじゃないんです、もう仏教のとか
キリスト教とかあるいは西洋哲学とかみんなね天国この人はこう言ってるっていう天国のある話してる。そういう天国をできるだけそのお話ししていこうと思う。だからつまりね、普通の仏教の盆さんは仏教用語を仏教実語でなきゃ仏教の話できない。はい、から禅僧は禅語禅の言葉でなきゃ禅の話ができない。それに対して私はそうじゃない、仏教の言葉も禅の言葉も全部捨てちゃって俺の人生の言葉で話したい。それで何話するかっては仏教の話、自重三昧の話で、だからね決してね人生家族本もね内山っていう個人の億劫を読まされるんだとこう思わないでください。むしろそうじゃない、昔からの偉大な文化仏教座禅の人生という地盤での解説として受け取ってほしい。でその点今日の話まとめて言いますと、今のように昔の宗教が地に落ちた時代ですね。それでだからみんな生存諸世世あたりそれだけの話になってる時代、昔のその偉大な宗教人たちが到達した偉大な遺産を今私の人生という地盤で掘り起こしながらで次の時代に掲げたいということなんだ。そしてだからね今のようにね人生っていうのを教えることなし、それで教えることなしにところじゃない、親たち自身教師たち自身が人生っていうものを何も考えたこともなしに、それでただ子供を産んでそれで人口を増やしゃいい、あるいはそのいろんな世当たり生活技術だけ教えて生存競争させりゃいいとこう思ってるっていうことはね、あまりにも野蛮極まるっていうそれだけね、そういうことがね今の時代の常識になってほしいってことですよ、そして我々は何て言ってもあらゆる教育の根本も社会の根本も経済の根本もね科学技術の根本もどうせで私の人生が支えてるんだから、そう私の人生っていうものを根本にして見ていかなきゃダメだっていうことで、そういう意味の人生を学習したいとこういうことですね。まあ今日のお話そこまで。